声を小さめでやりたいのでこの辺で喋ります。皆さんこんにちは、むっちこです。ちょっと待って、頭がいい。はい、今日ですね、うさぎのみーちゃんの動物病院に行ってきました。で今日ね、なんで行ったかっていうと、定期的にね歯の処置をしてもらいに行ってるんですけど、不正咬合って言ってね、前歯の歯4本あるんですけど、これがねうまく噛み合わせてればこううまくすり減って伸びないんですけど、みーちゃんの場合ねこう伸びてっちゃうんですよね。なんで伸びちゃったんで、ご飯が食べづらそうにしてたんで病院に連れてって歯医者さんみたいにね、あのマシンで削ってもらって歯の伸びをねあのマシンにしてきました。ということで、でそしたらね、目も涙管が詰まってるということで、涙管洗浄といって点眼麻酔をしてね点眼麻酔をして、そこにまぶたの下側にね管みたいなのを刺してるんだかなんだかわかんないんですけど、入れて注射器でねこうグッと押して詰まりを取るという治療をしてもらいました。あとは普段見ててねこう耳を気にするような動作をしてたので、あの先生耳がかゆいみたいですって言って耳掃除もしてもらいました。で涙管洗浄ねしてもらったんで、見て結構ね右目赤くなっちゃったんですけど、ふわみーちゃん映るかな、嫌がったらすぐお家入れちゃいます。目ちょっと、ね赤いですね。あ、かわいいね、みーちゃんみーちゃんすごいかわいいね。お股のね毛がそういえば汚れてたんで、ちょっとこのまま抱っこしたんで、ついでにね綺麗にしていきたいと思います。はい、目薬もね涙管が詰まりが取れたんで、目薬ちゃんと刺してくださいということで目薬ももらってきました。みーちゃん困った、ちょっと綺麗にしようね、暴れそうだね、みみ。ちょうどねここにねみーちゃんのね肛門の横だったんですけど、そこがね硬いからね先生心配なんですって言って、なんか子宮が腫れてるとかじゃないでしょうかって聞いたら、骨盤だそうですよかったと思って。で私女の子のうさちゃんね飼うのこの子が初めてなんで、ちょっと体の構造がね、男の子はねここにたまたまついてるんですけど、みーちゃんついてないからね、はい、かわいそうなんでね、ケージに戻したいと思います。はい、ということで、診療明細をね、一応うさぎの病院ね、どれくらいかかったのかっていうのを、シェアしていきたいと思います。まずね、診察料が1200円で、お耳掃除が800円、でお薬をね耳の中に入れてもらったので500円、歯の処置がですね2400円、で鼻涙管って書いてあるね、鼻涙管の片側洗浄処置が2200円、目薬がね1000円ということで、合計がね8910円でした。はい、でちなみにみーちゃんは、保険入ってるので、4521円、不正咬合処置、歯を、ね、削ってもらう処置だけは保険適用外
なんですよ、うさぎさん。なんでそれだけ、割引対象じゃなかったんですけど、私は3割負担の保険に、みーちゃん入れてますんで、お会計が、まあ、約半分ぐらいですね。で済みました。はい、で今のところね、みーちゃんとタンタン、うさぎの2羽をね、動物ペット保険に入れてるんですけど、まあ、みーちゃんは結構頻繁に病院行ってるし、まあ、不正交合の治療ばっかなんでね、あれなんですけど、でタンタンも結構訴えにね、まだ1歳ぐらいなのになるから入れといてよかったなと思ってます。ちなみに、タンタンの前の飼ってた2羽の時に入れればよかった、入れとけばよかったって結構思ったんですよ。なんでね、とりあえず、まあ、この2羽は入ってるんですけど、残りの3羽のウサちゃんはね入ってないんですよね。まあ、今のとこ平気だけど、まあ、8月生まれなんで、7月だったかな、まだ半年ぐらいか。まあ、もしねこれで3羽の子が何かしら病気になっちゃうとちょっとね心配ですね。でも3羽分だと保険料毎月1万円かかるんでね、悩みどころですね。はい、あとちなみにね、今日病院で、もらってきたんですけど、あ、お金払いましたもらってない、猫ちゃん用のねお薬らしいんですが、毛玉を排出させるのに除去剤って書いてあるの、毛玉除去剤って書いてありますね。今までね、うさちゃんにねラビットヘアボールリリーフっていうのを、あげてたんですけど、うさぎ専門店でラキサトンがいいと言われて、今日ね買ってきました。でちなみに動物病院の先生に、こっちの方がいいんですかと聞いたんですよ。そしたら、一応こっちに入ってる油は吸収される油だと、こっちは吸収されない、体の中にね吸収されないで排出される油だということで、まあ一応獣医師さんがね勧めてくださったので、我が家ではこれをあげてみようと思うんですけども、前いたねウサギのタンタンくん、まあ1代目のタンタンくんはねこれをすごく嫌がってた大暴れするって言ってたんですよ。だからおそらくね、味的にはこっちの方が美味しいんじゃないかなと思います。これみんなうちのうさちゃん出すと、こうチューブからね出してあげると、もうケージの前にすり寄ってきてもうガブガブ食べるってね。でちなみにラキサトンはどうなのかということで、まずね箱を開けてみます。どんな感じなのか、スタンドチューブタイプって書いてありましたね。ハンドクリームみたい歯磨き粉っていうか、あ、金色のねシールが貼ってあるんで剥がしてみます。猫ちゃん用だからね、あ、色はね茶色。これは匂いがもう温泉みたいな匂いするで、看護師さんにねどうやってあげるんですかって聞いたら、お気に入りのドライフルーツとかにサンドしてあげてくださいっていうことなんで、まあおそらくね美味しくないんじゃないですかちょっとどうしよう、誰かにあげてみようかな、食べないんだろうな匂いがすごいですもんこれ、うさちゃん嫌がるわそれ、ね、はい、ちょっとねタンタン君にね匂いを嗅がせてみたんですけども、すごく嫌がってましたやだこれどうやってあげるんだちょっとね自信がないですね、この匂いはね本当に独特なんで、硫黄みたいな匂いするんですよ、茶色い温泉みたいな、なんでちょっと断念しますはい、ということで、うさちゃんにねラキサトン与えてるよっていう方いたら、
これならこういう与え方なら食べるよとか教えてもらえたら嬉しいなと思います。コメントをよろしくお願いします。ちなみに寒毛期中は揚げてくださいとのことでしたね。揚げた方がいいよってことでした。難しいだろうねこれね。はい、どうしようかな。あとね、ちなみに女の子に輪が入ってるウサギのケージなんですけど、ちょっとね、ジャスミンどいてくれる？私ご飯よこし。はい、奥にね、見えるでしょうか。はい、ちょっとどいてください。あ、見えません。はい、ちょっとね、カメラを中に。はい、今日ね、帰ってきたらね、毛をむしり取ってましたね。偽妊娠でしょうか。女の子同士だから赤ちゃんできませんよ。はい、ということでね、自分で抜いたんだったらいいですけどね、喧嘩とかじゃないでしょうね。はい、はい、じゃあとりあえずね、ご飯の支度したいと思います。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。はい、じゃあ大丈夫。あー、お耳かゆいね。はい、この動画が良かったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。